今陽抗菌糖食料取り出栄泉と南陽の抗菌糖25万を賄う膨大な兵糧の取り出であり、張角率いる主力軍が洛陽に侵攻する際の重要拠点である。そしてその砦を担い官軍五千を駆逐したのが今日の大豪傑長万政であった。我が大権領主張角様、官軍どもが幾千万攻めてこようと、この長万政好天の世を作り上げるためこの砦を死守してみせますぞ。長万政様、南東の丘に砂塵です。来よったな、官軍のひよっこどもが。この砦を落とすことが勝利への最善策と読んだ候補水は、厳中に指揮を任せ曹操孫権を副官として8000の兵を進軍させた。曹操孫権、その方らわずかばかりの才を花にかけ相当勝手な行動を取ると聞いておる。しかしこの厳中の指揮下においてはそのような真似は一切許さん。乱に乗じてばらまかれた一人の甘っちょろい新参の将と辺境の地で戦い続けてきた我が部隊との違いは明確にあるのだ。それぞれの兵を従え、邪魔にならぬよう見ておれ。うわぁ！官軍約8000、皆殺しにするのだ！水溝の陣形を敷け！全局行け！足でまといだ。立て直さねばならんだ。たたたたたた、大逆大逆だ。引け引け引け。守りに徹すべき黄金が追い打ちしたくなるほどこの官軍の弱さは餌にできる。引くな、引く者は全て首をはねる。の高尾と長官、狩猟は頂上だ。左右の断崖を駆け上がれ。心得た。曹操、曹仁は右断崖の河口へも、曹公は左の爆裂団を援護しろ。河口園と爆裂団はできうる限り中央まで登り、そこから一気に最深部に駆け下りよ。上だ、上から来た。今が時、関東、郊外、全局を取り中央を突破せよ。ああ、政府砦内に入り込み門を閉じろ。外に出た敵を締め出すのだ。ほほ、行け。ほー、官軍の奴ら現実に戦っておるのはごくわずかに過ぎ、しかしその少数の兵の士気の高さは何だ。我が兵に勝るとも劣らぬではないか。我らが大権領主張角様を信ずるように、この将兵たちにも信奉する何者かがいるとでも言うのか。この腐り果てた国に剣は取れ、黄金の将よ。ん、いいだろう。我が名は長万政、名を名乗れ。一度は漢王朝の濁流に溺死したるこの身、
名乗るほどの名などすでにない。ほう、貴様が使える者の名も名乗るほどのものではないのか。天に導かれたるお方、我が曹操殿には長官と呼ばれておる。おお、天とな。ならば存分に叩こうぞ。うわの強者と見た。官軍の中にお主のような将がいたとは手加減はせぬ。望むところ。守勢に回れば黄金刀は極めてもろい。一気に攻め立てよ。突き進め。待ってろよ、黄金の親玉め。長官殿、後天の道を遮る者はこの長万世何人たりとも生かしておかぬ。この男もまた強い。恐ろしく強い。大剣領師城郭様万歳。学校どん、どうやらあの方曹操殿はこの愚弄に夢まで与えたようじゃ。今さらこの命を惜しんでおる。願わくば曹操殿の世を一目見たかった。うわあ！お、お、長万世様。ああ、関王朝曹操軍の将長官黄金刀の長万世を討